宮本照作、五千回の聖書。今夜は久しぶりに酔っ払った。まあ大抵夜になると酒を飲むけど、こんなにゆったりと酔ったのは本当に久しぶりだ。だからとっておきの話を聞かせるよ。気持ちよく酔って、しかもお前みたいな話し相手がいるっていうのは、俺にはここ数年なかったことだからね。仕事、仕事、仕事。日曜も祭日もあったもんじゃない。どでかい貸しビルの一室に自分の小さな事務所をやっと持てたのが5年前だけど、いつ潰れるかわからないデザイン事務所で、ラフスケッチから半下の切り張りまで自分一人でやらなきゃいけない。10時より前に家に帰れた日なんて数えるほどしかないんだ。帰ってくると息子は眠ってるし、女房もあくびを噛み殺してる。なんか付き合わせるのは気の毒になって、風呂に入って飯を食ったら、ついもういいから先に寝ろよって言っちゃうんだよな。だから酒を飲み出すのは1時頃からになる。音を落として FM 放送を聞きながら、この団地の低い天井の下でいろんな妄想に浸りつつ飲むってわけだ。そんな酒が適量で済むはずはないよな。まだ小学校の1年生でも隣の部屋で息子が寝てるって思うだけで、ずいぶんこっちの精神状態が違うってことが分かった。女房が実家に帰って今日で4日目だけど、息子の寝言も女房の健やかないびきも聞こえないこの部屋で、あと5日間どうやって過ごそうかって思ってたんだ。そう思いながら帰ってきたら、お前がドアの前に立ってるからびっくりしたね。女房のお袋の病気もそんなに心配するほどのもんじゃないって分かって一安心さ。今日は飲もうぜ。とにかく10年ぶりだ。いや、そうじゃないな。12年ぶりだ。12年だぜ。お互い不義理な人間だよ。でも、本当によく来てくれたよ。景気良さそうじゃねえか。猫だ、どっちでもいいや。とっておきの話を始めるぞ。その前にもう一杯飲んで喉を湿らせてと。大学2年の冬のことだよ。そうすると何年前になる？14年も昔だ。覚えてるだろう、あのダンヒルのオイルライターのこと。死んだ親父の遺品を整理してたら机の底から出てきた骨董品。お前欲しがったよな。とにかく歯磨き粉で磨いたら、ダンヒルって文字とメイドインイングランド、それに1929って文字が出てきて、どこも型が来てなかった。お前わざわざライター用のオイル買ってきて、ちゃんと火がつくかどうか試したんだ。お前のあの時の顔、今でも忘れねえよ。着いたって言ったっきり長いこと火を見てたもんな。そのうち目向いてさ、俺の手からライターをひったくった。お前こう言ったんだよ。おい、これは大変なライターだぞ。いや、そうじゃないな。大阪弁だ、大阪弁。大阪弁で、おい、これはどえらいライターやでって叫んだんだよな。大学を出てすぐに東京に出てきて、それっきり大阪へは一度も帰ってないんだ。その上女房も千葉の出身だろう。大阪弁なんてもう何年も使ってないよな。だけどこの話をするには大阪弁を使わざるを得ないよ。この話俺は女房にも喋ったことないんだ。いつか息子が大きくなって俺の酒の相手でもできるようになったら話して聞かそうって。
大事にしまっといたんだ。お前このライターは値段なんてつけられねえって言ったよな。1929ってのはこのライターが製造された年のことだろ。いろんな説はあるけど、どうやらダンヒルがライターを作ったのは1921年だ。それもプロトタイプってやつで、ちゃんとした形のオイルライターができたのはそれより何年か後だろう。そのオイルライターが日本に正式に輸入されたのは1925年だから、おい、これはどえらいライターやで。真鍮製で銀メッキを施してあるけど、使い込まれてメッキはほとんど剥げてる。でも剥げてるのがまたいいじゃないか。その上この形、無駄なところが何にもなくて素朴すぎるくらいだけど、これこそライターだっていう気品がある。ネジ式で外すとちゃんと底の裏に補充用の石をしまうための細工がしてある。このライターが40年も前に作られたなんて信じられるか。お前そうまくしたてたんだよ。それから俺を上目遣いで見ながら、1万円で譲ってくれ、そう言った。俺が黙ってるとお前はとうとう5万円まで値を釣り上げたんだ。5万円喉から手が出るくらい欲しかったよ。とにかく親父は借金残して死んじゃうし、お袋は体が弱いし、大学はまだあと2年も残ってるし、それどころか下の米にも困ってたくらいだもんな。俺があの時首を縦に振らなかったのは、別にライターの値打ちに引かれたんでもない。お前よりもっと金を出そうっていうコレクターに売りつける気もなかった。俺は親父がなぜこんなアンティークなライターを御所を大事に持ってたのか不思議だったんだよ。俺の親父は何か物に凝るって男じゃなかった。火をつけるのはマッチで十分だ。何かにつけてそういうところがあったから、このライターには誰にも言えない親父だけの思い出があるんじゃないか。そんな気がしたんだ。親父が死んだ直後で、俺も多少感傷的になってたんだと思うよ。お前がとうとう諦めて帰っちまってちょうど10日目だ。5万円が欲しくなったんだ。借金取りは押し寄せるし、お袋は寝込んじゃうし、家は抵当に入ってて、どっかにアパートを借りなきゃいけない。でも俺もお袋も金に代えられるものはもう洗いざらいはたいちまって、すっからかんになってたんだ。お前にライターを買ってもらうしかなくなった。出かけるとき電話一本かけりゃよかったんだ。ところが家中の金を5円玉や1円玉までかき集めても、その電話代が足りないんだ。俺の住んでた福島区からお前の家がある堺市までの片道分しか金がなかった。不思議なもんだよ、本当にきっかり片道分しか金がなかったんだ。俺はそれを思い出すたびに、なんかいろんなことが分かってきそうな気がするよ。だってそうだろう。よく考えてみたら、俺が電話をかけてライターを売るって言や、お前俺の家まですっ飛んできたはずだよ。ところが俺には5万円の札しか頭になかった。電話をかけたら電車賃が10円足りなくなるってことしか考えなかったんだ。うまくいかない時ってのは、もう何もかも、そんな風にことが運んじゃうんだよ。2月の15日だよ。夜の8時過ぎに俺はバスに乗って大阪駅まで出た。そこから地下鉄で難波まで行って南海電車に乗り換えた。堺駅までの切符を買った時、俺は完全にオケラになってた。ポケットに5万円で売れるライターがあるだけさ。ライターと引き換えにお前から5万円受け取ったら、とにかく梅田まで帰ってきて焼き鳥屋で熱い酒を飲もうって、そればっかり考えて電車に揺られてたよ。
お前の家の前に着いたのは9時半頃だ。家の中には電灯が一つもついてない。何回チャイムを鳴らしても音なしだ。俺は1時間近く震えながら門の前で家の人が帰ってくるのを待ってた。あの瓦屋根の豪勢な門の前で、隣の家の犬がギャンギャン吠えやがって、それで人が玄関から出てきたんだ。その人に教えてもらわなかったら、俺はまだ2時間も3時間もお前の家の前で立ってたところだよ。昨日からご一家で旅行に行かれましたよって言われた。九州を回ってくるそうだから相当長い旅行じゃないんですか。だって、お前その時の俺の気持ちわかるか。目の前が暗くなるってもんじゃないぞ。俺には一銭の金もないんだ。風が強くて耳がちぎれそうになってた。その上朝牛乳一本飲んだだけで腹の中は空っぽなんだ。俺はとぼとぼ歩き出したよ。駅まで行った。駅長に訳を話してお金を借りようかなんて考えたからさ。でも世の中善意の人ばっかりじゃないってことが骨身に染みてわかるような事件が、親父の死んだ後次から次へと出てきてさ。どうしても堺駅の駅長室のドアが押せなかった。俺は質屋を探した。これだけの値打ちもんだ、どんな質屋だって金を貸してくれるに違いないって思いついたんだ。電柱に質屋の看板を見つけて、その矢印に沿って歩いていく途中で、ふっと気が変わった。お前がライターに5万円って値をつけたことに、何かすごく腹が立ってきたんだ。あの当時は大卒の初任給が3万円あるかないかの時代だよ。俺は200円そこそこの金がないために、いそうな顔つきで質屋に向かってる。ご一家で九州旅行か。5万円で譲ってくれか。畜生、死んだって俺は歩いて帰ってやら。突然そう思ったんだよ。俺はもう一度駅まで戻って、しばらく線路伝いに進んだ。そのうち道は行き止まりになった。路地をジグザグに曲がって、なんとか国道に出たんや。底冷えってのは、あんな夜の寒さを言うんだぜ。そんな嫌な顔すんなよ。俺恨み事言うてるのとちゃうかな。堺から大阪市福島区まで歩いて帰った真冬の夜の話をしたいだけや。俺は心の中であることを念じながら歩いとった。パトカーが通ってくれへんかな。そのパトカーに乗ってる警官が、真夜中に一人とぼとぼ歩いてる俺を怪しんで職務質問してくれたらええのにな。そしたら俺は一部始終を説明する。ひょっとしたらパトカーで家まで送ってくれるかもしれん。そう思ったからさ。ところが、どんなによたって歩こうが、泥棒みたいに小走りで周りをうかがう格好をしようが、パトカーは全然止まってくれへんのや。3時間くらい歩いたかな。いやー、せいぜい2時間程度だったかしらね。時間の感覚も方角の見当もつかなくなってたよ。寒いなんてのはもう通り越しちゃって、ただひたすら歩いてる死人みたいだったんだ。トラックのライトで標識の夜光塗料が光った。国道26って字と住吉公園10キロって字が見えた。なんと俺は逆方向に歩いてたんや。とにかく訳のわからんうめき声を上げて引き返した。国道26号線は一般道で難波まで続いてるんだ。ああ、なんでもええ、この道を歩いて行ったらええんや。そう思ったらちょっとだけ元気が出てきよった。住吉の向こうは小浜、小浜の向こうが岸の里、その先が花園町、それから大黒町で、大黒町から難波までは三重と花の先や。
難波までたどり着いたら福島まで1時間半か2時間くらいのもんやろ。頭の中で地図を書いて地名を確かめてるうちに不安になってきた。わかるやろ。この調子で歩いたら俺は明け方かそのちょっと前ぐらいに花園町を通らなあかんのや。花園町やぞ。あの金ヶ崎のある花園町や。こんな寒い日の明け方は必ず道端で何人かが投資してる花園町のど真ん中を通るんや。死んでも歩いて帰ったる中継心がぐらついてきよった。それでも足だけは前へ動いとったで、機械的んな。道には一っ子一人おれへん。トラックの音がするたびに道が揺れおった。そのうちに、なんとなく誰かが俺の後をついてきてるような気がして、そっと振り返ったら、10メートルほど後ろから自転車に乗った男が俺の歩く速さに合わせて右に左に傾きながらペダルをこいどった。俺はその男をやり過ごすために立ち小便をしたんや。そしたらその男も自転車から降りて立ち小便をしよる。俺はそっとソフトボールの大きさの石を拾ってコートのポケットに入れて握りしめた。そいつ俺が歩き出したらまた自転車に乗ってついてきよるんや。俺はどこかの路地に逃げ込もうかと思ったけど、相手は自転車やから追いつかれるに決まってるかな。いろんなこと考えたで。こいつは一体何者やろ。通り魔やろか、強盗やろか。強盗やったらライターを取られるだけで済むけど、ただ人を殺したいという男やったらどないしよう。俺もう辛抱できんようになってな、振り向いて言うたんや。なんで俺の後をつけてくるねん。俺は一銭も持ってないぞ。どっか行ってくれよ。唇がしびれてよだれが伝わったのもわからんかったで。その男何にも言わんとじーっと俺を見とったけど、そのうち自転車から降りよった。それから自転車を押して俺のそばまで近づいてきよった。車のライトが男の顔を照らしよった。坊主頭で25、6っちゅうとこかな。タラコみたいな唇と普通の人間の倍近いんとちゃうかと思うようなふっとい眉毛がもうちょっとのところで俺に悲鳴を上げさせるとこやったで。ところがや、どこまで行くねんってやっと口を開いたその声が女みたいで妙に優しいんや。俺はそれでもポケットの中の石を握ったまま、福島まで帰るんや、そう答えた。福島って福島空か？あ、そうや。なんで電車に乗れへんねん。一銭もないからや。その男自転車の荷台を叩いて、乗れや、送ったるわ。そない言いよったんや。そう言われたから言って簡単に乗れるもんやないで。俺は断った。もうついてこんといてくれと頼んでまた歩き始めたんや。振り返っても振り返ってもそいつは後ろにおるんや。とうとう住吉公園のところまで来てしもた。俺は古ぼけたビルの前で座り込んだ。ふくらはぎが痛うてその上何遍もめまいがしたからや。自転車に乗れよ、送ったるやんけ。俺が黙ってると同じ言葉を6回も7回も繰り返しよる。お前、俺を自転車の後ろに乗せてそれどこへ連れて行く気やねん。福島や。嘘つけ。そんな手に乗れへんぞ。さっきから言うてるやろ、俺はもんなしや。腹ペコで鼻血も出えへんわい。なんぼ俺を引っ掛けようとしたって無駄や。どこかのタコ部屋に釣り込むつもりやろ。タコ部屋ってなんや。俺はコートの襟を立てて長いことうずくまった。自分の膝頭のところに顔をうずめてな。そしたら、そんなことしてたら死んでまうぞ。送ったるから乗れや。そいつだだっこなだめるみたいにのんびりした口調で言いよった。俺は顔を上げて、お前家はないんかって聞いた。家はあるで。そんならさっさと家に帰れよ。しつっ
こいやっちゃな。俺に突き落とったらお前こそ死んでまうぞ。俺、死にたいね。そいつニコニコ笑いながらそう言いやがった。あのニコニコに負けたよ。不思議なニコニコやったな。俺が立ち上がって自転車の荷台にまたがったらそいつ、出発って大きな声で嬉しそうに言うて、猛然とペダルを漕ぎ出したんや。俺の体に抱きついとけよ。そう言われてそいつの腹に腕を巻きつけて、俺はびっくりした。そいつ薄っぺらいジャンパーの下にはセーターの下着も着てないんや。あの夜は冷夏やったで。今年最高の冷え込みやったって勇敢に乗ってたよ。朝6時の観測では冷夏6度で、大阪が冷夏5度以下になったのは4年ぶりやって書いてあった。俺はそいつのジャンパー越しに伝わってくる体温が気持ちよかった。競輪の選手みたいな漕ぎっぷりやったな。けったいなやつやけど、そんなに悪い男でもなさそうや。まあ何でもええわ。ほんまに福島まで乗せていってくれたら儲けもんや。そう思いながら両方のほっぺたを変わる変わるそいつの背中に当ててぬくめとった。そのうちに嫌な予感がしてきた。そいつの言うた一言や。俺死にたいねん。こいつ道連れを探しとったんとちゃうやろか。この自転車の漕ぎ方は普通やない。こいつほんまに死ぬ気や。俺は必死でそいつの背中を叩いてスピードを緩めてくれって頼んだ。意外とあっさり言うた通りにしよって、怖いかって聞きおるんや。俺はケツが痛いんやって答えた。それから、先死にたいって言うたやろ、なんでや、そう聞いてみたんや。自転車の横をスレスレに走りすぎていく長距離トラックの強引よりも風の音の方がきつかった。向かい風でな。俺は後にも先にもあんな寒い夜は二度とないやろと思うんや。だいぶ経ってからそいつポツンと言いよった。さっきは死にたかったけど今は生きたい。自転車を止めて俺の方に振り向いてこう言いよった。俺一日に5000回くらい死にとうなったり生きとうなったりするんや。兄貴も病院の医者もそれがお前の病気やって言いよるんやけど、俺はなんぼ考えても病気とは思われへん。みんなそうとちゃうんか。お前はどうや。俺は慌てて自転車の荷台から降りたで。なんで気がつかんかったんやらか。そうか、こいつは頭がおかしいんか。そう思ったらゾッとしてきてな。俺は丁重に礼を言うて、もうすぐ岸の里やからそこまで行ったら大丈夫や、おかげで助かった、どうか帰ってくれって気を悪うさせんようにやな。このまま何事もなく別れようとしたんや。そやのに俺が歩き出したらまたついてきよる。今度は後ろからと違うて並んでや。俺はなるべく返事をせんとこと思うんやけど、そいつ一生懸命話しかけてきよるんや。そのうち妙に俺の気を乱すようなことを言い出した。お前、俺を気違いやと思ってるやろ。なんてや。お前かて死にたなったり生きたなったりするやろ。そんなこと思うの人間だけやろ。俺が正常な人間やという証拠やないか。そう言われると確かにそんな気がしてきてな。返事はせんぞと決めてたのにゆっくり口を開いてしもった。そらそうや。けど一日に5000回も死にたなったり生きたなったりするっちゅうのはやっぱりちょっと普通やないで。そうかな。そいつ黙り込んで何か考えとった。大きな交差点の近くまで来て、その角に銀行の看板と時計が見えた。3時やった。うわぁ、5時間遅刻も歩いてまだ岸の里の手前か。そう思った途端体中の力が抜けてしもった。そいつも時計を眺めてた。それからこう言いよった。これは知ってるんや。何を。5000回どころやない。5万回、50万回、いやもっともっと
数え切れへんほど俺は死んできたんや。猛烈に生きとうになった瞬間にそれがはっきりわかるんや。その代わり死にたい時は自分の生まれる前のことはさっぱり思い出されへんねん。何十万回も生まれ変わってきたことがわからへんようになるんや。俺はもう一遍自転車の荷台に乗って、頼む、福島まで送ってくれ。俺はもう歩いて帰る気力がないんや。そやけどもし死にたなったら教えてくれよ。死にたなったーっちゅうて、そしたら俺は荷台から飛び降りるからな。魂の抜けた声で言うた。そいつ声を上げて笑いよった。その顔はな、なんぼ見ても頭のどこかがおかしいってな顔やなかったんや。しかし考えてみたら、冬の真夜中に見も知らん人間を自転車に乗せて福島まで送ってやろうというんやから、変わってることは確かに変わってる。多分俺はデカダンスになってたんやろ。こんな決体のやつの相手をするのもええなちゅう気分になっとった。ものすごいスピードで走り出した。5分も経たんうちに、おい死にとうなってきたって叫びよった。俺は飛び降りた。交差点のど真ん中や。俺が飛び降りたら、そいつは交差点を渡り切ったところで自転車を止めてじっとうなだれてる。息となるまで俺は歩いてるから。そう言うて俺はコートのポケットに両手を突っ込んで下手屋の並んでる歩道を急いだ。そいつは自転車にまたがってうなだれたまま身じろぎ一つしよれへん。相当歩いてそいつが闇の中に隠れた頃、豆粒みたいな光がだんだん強くなりながら近づいてきた。そいつの自転車のライトやった。おい大丈夫や、乗れよ。ほんまやろな、無理するなよ。お前のその決体の発作が収まるまで俺絶対に自転車には乗れへんぞ。うん、ものすごい嬉しい気分や。死んでも死んでも生まれてくるんや。それさえ知っとったらこの世の中何にも怖いもんなんてあるかいな。乗れよ。花園町の手前まで行く間にそいつ何遍死にとうなってきたって叫びよったと思う。10回や20回なんてもんとちゃうで。俺はその度に自転車から必死で飛び降りた。降り損ねて何遍転んだかわからへんよ。風が弱まっていくのと同時に温度が下がってきた。俺の体は氷やったけど、心の中には湯たんぽみたいなもんが生まれとったな。それはその雪吊りのヘンテコリンな人間の善意にほのぼのとなってたというのとはちゃうんや。俺はそいつが生きとうなって目を輝かせて、死んでも死んでも生まれてくるんやというのを聞いてるうちに、自分までが嬉しいなってきたんや。そいつがそういうたびに、そうか、そりゃよかったな、本気で相槌を打っとった。空にちょっとだけ青みがかかってきて、いよいよ花園町のガード下の近くまで来たんや。俺は自転車の荷台に乗って後ろからそいつに頼んだ。おい、ここら辺は厄介な連中がいっぱいうろついてるとこやから、ここでだけは死にとうならんとってくれよ。そんなこと言われても無理や、ところ構わずやから。おったで、直足袋を履いて半分にちぎったタバコを耳に挟んだやつらが、寝てるのか死んでるのかわからんのが体中に新聞紙を巻きつけて道端で横になっとった。俺は祈ったよ、そいつがそこで死にとうならんように。何人かの男が家の陰とか路地から出てきよった。頬のこけた土毛色の顔した人間がや。おい、もっとスピード出せよ。俺がそう言った時はもう自転車は何十人かの男に取り囲まれとったんや。その人が気を見つけて、あっちこっちからぎょうさんの人間が、人相の悪いのが集まってきて、なんや仕事かとか、おいこいつらどこのやつやとか言い出した。ほんまに俺生きた心地がせなんだわ。
少なく見積もっても50人ぐらいの、一時も早う仕事にやりつきたい人間に囲まれとったで。そいつ何人かの人間に愛想よう頭下げて、おはようございます。そんな言いよんね。そんなこと言ったら仕事の口を持ってきた人間みたいやないか。連中は我先に自転車のハンドルとかサドルとかにしがみつきよった。いるのは一人か二人か。俺の先や。兄ちゃん、こいつらみんな昼まで持てへんからだや。俺だけやで、時間までバリバリ働けんのは。もうあかん。俺らがただの通りすがりの人間やと分かったら、こいつらそのままにしとかんやろ。頭にきて俺ら二人を袋叩きにしよる。そやけど逃げようにも逃げようがあらへん。とにかく前後左右から自転車をつかまれてるんやからな。アホみたいにおはようございます、おはようございますばっかり繰り返しとったそいつが突然来ない言うた。みんな、ついといで。前に立ちはだかって両手でハンドルを押さえとった前歯のない男が、みんなって聞き返しよった。みんなって、どんな仕事やねん。A から前を開けてんか。みんなついてきたらええねん。みんなできる仕事や。男が道を開けるよう指示しよった。年寄りでもええんかいな。人垣の後ろの方からそんな声が聞こえた。力のいる仕事やないよって、年寄りでもかめへんで。そいつみんなについてくるよう手招きしてゆっくりと自転車をこぎ始めよった。ガード下をくぐって大黒柱への道をのんびりと進みよる。その後から70人ほどにも増えた労務者が口々に、どんな仕事やね、見かけんて半死やな。そんなことを小声で言いながらついてきよったんや。俺はそいつの耳に顔を近づけて、今や行け、そう言うたんに、そいつ自転車のスピードを上げよれへん。俺は一瞬考えた。こいつは今どっちかの状態の中にある。死にたいのか生きたいのか一体どっちやろ。それで俺は背中に何十人もの人間の視線を感じながら、おい、お前今は死にたいのか生きたいのかって聞いたんや。そしたらそいつ、どっちでもないんやな、そう答えよった。そんな時もあるんか。いや、3年ぶりや。3年前まではどっちでもよかったからな。俺はそいつの背中をつついて後ろを見るように言うた。お前こいつらをどうする気やねん。早いこと逃げなんだよ、えらい目に遭わされるぞ。今逃げたらすぐに捕まる。そいつの言うた通りやった。ガードの下をくぐってもだいぶ先まで手配師の車を待ってる連中が通りの両側で身を縮めて立っとった。夜明けの凍てつく道を行進してくる宇治素性も知らん仲間をポカンと見とった。そうや、ほんまにあれは行進やった。ガードの上を走っていく一番電車の音が響いた。歩道や道の真ん中をうろうろしてる人間の数がまばらになって下り坂になった途端に、そいつはスピードを上げたんや。俺はそいつが死にとうなったんか生きとうなったんか、そんなことはどっちでもよかった。俺も一緒に死んだる。走れ走れ。もう絶叫したで。横から出てきた自動車が急ブレーキをかけた。道のところどころが凍っとったんやろ。自動車は滑って交差点の角のホルモン焼きに突っ込みよった。労務省の何人かが追いかけてきよった。そのうちの 2,3 人が石を投げよった。投げた拍子に滑って転びよるのが見えとった。走ったで。そりゃもうむちゃくちゃに自転車をすっ飛ばして逃げたんや。大黒鳥の靴屋の並んでる通りを走り、まだネオンの灯ってる難波のラブホテル街の横を走り、港町を突き切って四つ橋に入るまで、そいつは何回死にとうなってきたって叫びよったと思う。その度に俺はそいつの体に巻きつけている腕に力を込めて、心配すんなー、一緒に死んだるー、そう答えとった。福島区の俺の家の近くに着いたのは、勤め人が駅への道を白い息を吐きながら急いでる自分やった。俺は自転車から降りてそいつに礼を言うた。そいつの薄いジャンパーが汗でびしょ濡れになってたから、
俺は無理やりそれを脱がして自分のコートを着せてやった。俺は花園町を通らんでもいい帰り道を教えたけど、そいつは聞いてるのか聞いてないのかわからんような顔をしとったな。朝日を浴びてるそいつの顔は、なんぼ寝引きして思い浮かべても、やっぱり神々しいという言い方以外、他には表現の仕方がなかったよ。俺のコートはそいつには小さかったけど、俺が恐縮するくらい丁寧に入れよう言いよった。俺はもっともっと何かしてあげたかったけど、パンパン一個買う金もあらへん。そいつは俺に手を振って、10メートルほど行ってからまた戻ってきよった。それでこう聞きよったんや。お前、俺を病気やって思うか？俺は答えられへんかった。首を縦にも横にも振られへんかった。そいつはいつまでも俺の言葉を待っとった。しょうがないから俺は逆に質問したんや。お前、ほんまにこれまでに数えきれへんほど死んできたと思ってるんか？俺はそいつの哀れみに満ちた目を生涯忘れへんと思う。そいつは最初がっかりした顔つきで俺を見て、お前なんでそれが分かれへんのやって言うてから、俺の頭をそっと撫でよったんや。俺は3日後に家を明け渡して、お袋と一緒に淀川区のアパートに引っ越した。これが俺の誰にも話したことのないとっておきの話や。そんなに不思議そうな顔するなよ。しょうもない話を長いこと聞かせやがってと思ってるやろ。早いとこ本題に入りたいやろ。わざわざ大阪から東京の俺の住んでる団地を探し当てて訪ねてきたお前の本心は初めっから分かってたんや。あのライターやろ。あのダンヒルのオイルライターはコートのポケットに入れたままやった。一日に5000回も死にとなったり生きとなったりする坊主頭のあいつに着せてやった。コートのポケットに。いや。